ですね、テクノコートといいますが、過去30年くらいですね、この放電でコーティングする技術を開発してきました。これは原理的には電気スパークを利用しまして、消耗電極を瞬時に溶かして、それを品物にコーティングもしくは肉盛りする機械です。で、これが新しく開発されましたデジタルの放電の機械です。それで、今までの機械は、アナログ的でですね、電気出力としては向こうのグラフのようにちょっとそのまばらな火花が出ていたわけなんですけども、それをデジタル化することによって、また特許を3件ほど出願してありますけども、均一なスパークがよりたくさん発生するようにしてあります。そうしますと、コーティングのスピードがですね、速くて、その被膜とか肉盛りが均一なものができるという特徴があります。で、制限は今までは、ボタンとかダイヤルで調整しましたけど、全てこの液晶タッチで調整できるようになっています。それで、このようにですね、アプリケーターに、消耗電極、超高光とかニッケル合金とかアルミ合金とか銅合金をここにチャッキングしまして、回転することによってここでスパークを発生させ、1回のスパークで、1つのデポジションがコーティングできるようになります。で、このようにですね、品物、一般的には金型が多いんですけども、金型の表面に金型がロングライフするような材料を選んでコーティングします。そうしますと、その金型は、従来よりも長持ちするとか、そういったことになります。で、またもし金型に傷がついた場合はですね、そこに、そのコーティングを連続することによって、こういう傷のついたところをこういうふうに肉盛りしまして、あと研磨すれば復旧できるということで、金型を傷ついたということで作り変えるとかですね、するのではなくて、保守再生して、使うということで、要するに省エネルギー省資源の機械になるかと思います。作業は非常に簡単です。どなたでも特別な免許なしでですね、このように簡単にできます。で、特徴はここが熱くならないということです。もしこれが熱くなるとですね、溶接のように熱入力が大きくて歪みとかが出るんですけども、そういったものが出ますと、やはり金型としては不都合があるわけですけども、これはそういったことがございませんというような新しい技術です。